伏見桃山城、キャッスルランドは、かつて、京都府京都市伏見区の桃山丘陵にあった、近鉄グループの遊園地である。1964年にオープン。敷地面積は、約10万平方メートル。林原美術館所蔵の落中落外図を参考に、設計、建築された伏見城をイメージした56階の天守と34階の商店主。 ヤグラモンを伴った模擬店主とジェットコースター、ゴーカートなどの遊戯施設及びプール、資料館、展望閣などがあった。入園料は大人800円、中高生600円、3歳以上500円だった。開園からお城のある遊園地として人気となり、年間入場者はピークの1978年に約96万人となった。 しかし USJ のオープンなどレジャーの多様化や少子化などで入場者数が減少し始め、さらさと呼ばれるプールのオープン、平日の入場料値下げなど経営合理化に努めたが2001年には年間入園者は約25万人となり、債務超過は約8億円、営業継続は困難と判断され2003年1月31日に閉園した。 遊園地の経営会社である近畿日本鉄道株式会社の連結し、会社であった株式会社桃山城は2003年6月12日に解散した。跡地は京都市により伏見桃山城運動公園として整備されたほか、解体予定だった模擬店主は地元の要望もあり、残されることとなった。ただし2012年現在、耐震強度が 基準に満たしていない可能性があり危険なため、場内には立ち入りできない。以下は営業当時のものである。京都府歴史遺産研究会編著、京都府の歴史散歩中山川出版社、2011年、P241、京都情報百科、1983年版、京都新聞社、1982年、P297、杉の国明著。 観光京都研究所説分離学2007年。P553。近畿日本鉄道100年の歩み。近畿日本鉄道株式会社。2010年。P498. 伏見も桃山城。活用策決まらず10年。京都新聞。オリジナルの2012年11月4日。時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20121104093839/http:/kyoton.co.jp/politics/article/20121029000802012 年11月1日閲覧。ありがとうございます。